皆さんお元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。グッドボタン、またチャンネル登録もまだの方はこの機会にお願いいたします。本日1月20日土曜日、自分をけなすことはやめようという題でお話をしたいと思います。人間は完璧ではないんですよね。だから欠点を探し始めたらキリがないんです。もうらっきょうの皮むきみたいなもんでね、もう欠点を探して覗こうとしたら気がついたら何にも残ってない。まあそういうことはね、やめた方がいいんですけど、私たちはね、ともすると自分はダメだなんて嫌なやつなんだ。いや、自分だけじゃないですよ。他の人もあなたにね、ダメな人だ、そしてけなしてくる場合がありますよね。あなたまで一緒になってね、自分自身をけなしてどうするんですか。ぜひあなたはあなたをけなす必要はない。あなたがあなたの味方にならなかったら、誰があなたの味方になってくれるでしょうか。もちろんキリストはあなたの味方です。まずそれを知ってください。キリストはあなたのありのまんまを受け入れ、許し、そして可愛がっていてくださる。同じように自分にも神様がやってくれるように、見てくれるように接してみていきませんか。まあ、そうするとね、心があったかくなってくるんですよね。そして優しくなります。自分を責めたりけなしたりすると、心が殺伐としてね、砂漠のようになってしまいます。まあ、自分を裁くと心が砂漠のようになって、まあ洒落ではありませんけどね。そうするとね、最後はもうね、自分を責めても責めきれないんでね、今度はね、他の人を責めたくなるんです。攻撃的な人になってしまうんですよね。そして人を引き下げてしまう。皆さん、そういう流れをね、ストップさせましょう。あなたに対して嫌なことを言ってくる人はね、その人も自分を受け入れてない人だろうと思います。でもそれを受け入れないばかりか、その人に対してその人の良さをしっかりと語ってあげる。そして愛されているということを言葉と表情と、そして行動で示してあげたらどうでしょうかね。あなたは愛されるために生まれてきた人ですよ。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ。君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。その時までごきげんよう。さようなら。